始めたけど、なんかちょっと無理、立たへん、どうしよう、どうやってやった、下から牛です。あかん、もう無理やわ立たんわ、これおつにじ、おつにじいます、横におつにじ、こんばんは、寒すぎる、やばいよな、こんばんは、今日終業、今日終業式やったけど行ってないって言ったわ、ここみには。トレードやったんや、今日当たった人いますか、こんばんは当たった人、サメかけれないません、こんばんはあ、降ってきて、めっちゃ寒い今日、やばいよな、寒い、今日さ、あの新幹線でさ、あの山見えたんやけどさ、うん、雪積もっとった。でしょでしょって何でしょって何なんな、嬉しい、コミンが可愛いよ、レナ、レナミン、レナミンもレナミン、レナミンはほぼおらんのや、曇ってますね、ちょっとすみません、クマありがとうございます、こんばんは、うちも暖房入れてない家だと、今日って冬の始まりの日なん、めっちゃ寒いねんけど今日、やばい、実味とそうやろ、こんばんはこんばんはに、こんばんはに、こんばんはに、あれ知った、決してありがとうございます、長野から見てます、おお、寒い、めっちゃ寒い、聞いてる、入れてます、ついてなくない、ついてない、ハートありがとうございます、トートギフトもありがとうございます。決勝もありがとうございます。はい。じゃあみんな見て、ココミンの配信の仕方。決勝もありがとうございますとか言った。レナ、レナ何も言わへんね。ひどい。ひどいね。ギフト来ても何も言わへん。決勝ありがとうございます。星も。ほら、星もとか言った。星なんかもう気づいてないもん、投げられとんのに。レナ。ダウンです。でもな、暑くなってくんねんで、ね、うん、決勝と星ありがとうございます、暖房聞いたら、ハートもこんばんは、ハートも、ハートもありがとうございます、ハート来てないけど、まず全然あの練習をしてて、今日は雪降るわ、雪、雪降った、自主練全然でしたっけ、したけど、かきれなは普通に仕事があって、そうです。来たって感じです。私は、またありがとうございます。たまたま、たまたま来て、たまたま会いましたって感じです。え、でもあれやで、今日さ、あの早く来てレッスンするために、うん、始業式行かんかってん。そうだね。うん。あの担任から鬼電かかってきとった。怖ーい。あので新幹線、新幹線で出たんよ、うん。出たらなんか聞こえへんとか言われてさ。やばいね。知らんわと思って。家計の担任怖いんですよ。怖いです。から美容院行きます。遅いね。ちょっと、どうやってさ、立てたらいい？ラブレターも。あ、ラブレター来た。一緒のタイミング、ココミと。一緒の、あ、気前髪感じかもしれない。そうやね。メールポストありがとうございます。22時オンリー。どうしたらいい？見て。立たへんねんけど。うちみたいにやればじゃん、どうやってやっとる、こういう感じで、こういう感じ、あれやね、どれか向かわれるかな、なんで顔映っとん、え、自分が違ってるから、そういう感じ、輪ゴム先生じゃない、今には思いました、あと書き連のじゃなくてツアタンとココハとみやびちゃんとさつきちゃんもいました、本当ありがとうございます。いいな、当時。寒い。ほんまに寒い。ございます。寒すぎて元気ないねんけど。わかる
わかるわかる。寒すぎて夏元気あるもんね。夏元気寒い、ほんまに寒い。じゃ今暖房つけとくけど寒すぎる。音符もハートもありがとうございます。たくさん晩ご飯まだなんです。音符もハートもありがとうございます。たくさん音符もハートもありがとうございます。こんばんに。音符もハート、今日さ前髪おかしいよな。なんかここみ今日前髪おかしいよな。あれな全然全然、今日来た時から思わなかった。全然。なんであげとん。おお、クリスマス、イエーイ。なあ、もったいないやん。ここみが映ってあげな。プレゼント決勝お疲れギフトありがとうございます。プレゼント音符も可愛いギフトもありがとうございます。仲良しここみです。今日は今日のベストフレンドは仲良しここみです。マジ仲いいよ。かきれなと、あーらしい。嬉しいですね。ありがとうございます。仲いいよな、マジで。仲いい、めっちゃ仲いい。めっちゃ仲いいよな、うん、普通に。ごめんな、みんな年齢離れてるけど、うん、案外めちゃくちゃ仲良くなって。そうやね、なんか年齢離れとおきせんよな。ねえ、だってレナさ、一番最初から、うん、あの顔合わせした日から、うん、ここみのこと高校生やと思っとったもん。マジで。うん、らしいです。で、中学生で聞いて、え、嘘やろみたいな。どういうこと、バグってる世界バグってる言うね、それ。お世辞がうまいな、にじにじお世辞がうまいなって。え、どこが経営の中ではないです。めっちゃ仲いいよな、うん、リンゴ飴食べに行くもんな。うん、仲いいです、本当に。それ仲いい基準なんける。脅してない、脅してない。ガチガチガチ。ね、手がさ寒すぎて赤いんだけども。え、それの見て、ね、どっちの方が冷たいかやろ。え、かきれの方が高い。あ、冷たね。ここみの手めっちゃ冷たい。え、そう、3歳したいで。やばい、だってうちまだ中学生だもん。もうだって中3と高3だもん。だってさ、中学でもかぶらん学年なわけやで、うん、高校でもやばいね。やばない、うん、実感ない。だってさ、レナが中3の時さ、小6ってことやろ。うん、レナやばい。やばない、やばない、やばない、やばない。普通にやばいよな。やばい。決勝ありがとうございます。なんで会話が関西弁なん。え、ここみ関西弁。関西弁じゃない。違います。かきれなちゃんにコメントしたらスルーされた。え、どれ。ニチニチのギフトありがとうございます。決勝も少しずつ綺麗な気になり始めました。小声会ありがとうございます。イエイ、ラブレター。外れ引きました。寒っ。一応さ、昨日さ30日記念やってん、うん、配信な。あのルームがめっちゃ可愛かったんよ、うん、そう、だから戻ってもだからちょっとショッキングブーって感じらしいです。ショッキングです、はい。ショッキングです。え、今日さ水買ったんやけど、こんなの飲んだ。会いたいよ。え、ごめんなさい、ごめんなさい。たありがとうございます。なんやねん、だるまも。おとかさん撮ってよ、だるま。ヤホミかきれなが全然気になりません。大声、それはちょっと小声でいいな。結構写真撮るし。撮るよな、うん、うん、撮る。ここみマジで仲いい。仲いい。あの楽屋も一緒だったんだよ、不倫学園の。え、一緒だった、ね、うん、隣の席。隣の席やった。誰もありがとうございました。青のプレゼント隣の席やってん。そうんで、なんかあの化粧品貸し借りとかしとった。めしたーメイク二人で使い合ったり。そう、これいいでとか。ちょっとおすすめし合ったり。そうなんですよ。そうしてました。だから仲良しです。暖房ついてなくない？コミッションの、それな、ね、ぐらい寒いよな、ね、おつにじ。あ、ココミ、安心、確かに。ありがとうございます。ココミ、大人でかきれな子供かきれなとためみたいやって、うん、それな、レノもほんまに思った。決勝ありがとうございます。ためか年上かと思ったもん。わかる、最初から。え、ココミも思った、レナのこと。え、最初ら、オーディションのショールームも見てたから。おう、この子絶対陽キャだろうなって思ったら陽キャでした。いや違います、すみこ暮らしです。すみこ暮らしさせてもらってます。本音が出た。ありがとうございます。初
寝落ち疲れたんやな。13回え、マジ寒い。え、みんな今寒い。ありがとうございます。コナン君みたいなのはココミン。嬉しい。コナン君みたいなのココミンは？いろんなメンバーだね。どういうこと、どういうこと。コナン。キレナのコメントするは日常さ。はーい、私はコメントスルーしてしまいます。もう正直になるわ自分で、うん、いやでも読んの読んでないの。この前自分で撮って言ってたじゃん。なんてコメントも読みなんとかがあるしみたいな。いや読んどんねんで、ちゃんと、うん、あ読んではいるけど、あの言葉に出さないってやつ、ね、そう、ちょっとかっこよく言葉に出さへん。インドネシア出身の牛勇気振ったんよ。マジか、こんばんは。でもやばい、昨日さ北海道のニュース見たんやけど、これ来てるからやばかった。なんか北極ですかって感じだった。ここにそれ日本なんて感じぐらい降ってた。今日の夕食は LINE はする。いいな。 LINE さ最近返すよな。返す、あの自分からしてきたりする。成長、成長したよね LINE に関しては、うん、だいぶかきれな成長してます。成長、まあ読みたくないもの拾う必要もないしな。いやまあな、ちょっとな、はい、嬉しい。別に読みたくないものはさないねんけどな、うん、別に なんかもう全然いた、アンチとかも全然大丈夫なんですが。ありがとうございます。そうやね、嬉しい。ここにしたそれ普通だから。え、あ、LINE か。 LINE 最近な、あのレナも聞いたりする。ラブレターありがとうございます。レナも聞いたりするし、うん、ちゃんと返すな。スタンプ、これ推しなのにねじねじちゃんのルームにいます。悲しい。かきれな推しです。泣いた。泣いちゃった。21日に何センチ、やばいやん。ハートもありがとうございます。え、20センチってさ小1ぐらいじゃない。保育園児ぐらいあんで、それ埋もれるやん保育園児。1日経っとったら消し、ありがとうございます。やばかわちいね、ありがとうございます。姉ちゃん楽しそうに話するの一番いいからな。なんかな、みんなさ、あのこういう話したらなんかメールの返信とかでなんかほんまはなんかあのファンじゃないとかそういう言葉もなんか嫌なんじゃないのみたいなくんねんけど、え、全然それは大丈夫やねん。全然全然別にいいんやけど、そう、そう、なんていうの、なんかさ、ナイス、そういうやつより、そういうやつより、こんばんは、検証ありがとうございます。ありがとう、いっぱい欲しい。ありがとうございます。いつも書き流すよ、一の違うよ。そういうやつより、そういうものより、そういうコメントより、そう、なんか、なんて言うんやろな、決勝じゃなくてラブレターありがとうございます。なんて言えばいいんやろ、一緒に手つこぶしの、なんて言えばいいか分かりませんが、はい、感じですね。電車の中珍しい。星は星やもんな。そう、星。そう、星やね。星は星。そうやね。しかもさ、話しとうときにさ、ちょっとなんか、こんなね、こんなやりながらさ、話しとうからさ。ジェルコム何です。だから、ちょっと見てないときだってあるんですよね。私もね。決勝ありがとうございます。全部見たいけど、そうなんだ。早口なってわんやん、そんなんさ。だって嫌じゃない。なんかさ、コメント打つやん、自分がな。みんなが、レナにな。でさ、なんか、もうレナが全部さ、コメント読むってなってさ、うわーみたいなのったら嫌やろ。嬉しいです。嬉しい。そうだったら嫌やろ、みんな。今日の夜ご飯は何？とかみんなが聞いてくれるとするやんな。そしたらなんか違うコメントも全部答えなあかんってなったら、うん、今日の夜ご飯は何です、はい、みたいななったら嫌やろ。そう、適当に返されるよりしっかりさ記憶しときたいやん。この人とはこういう話したなとか、こういう人、この人はこういうコメント、マジのコメントするもんね。いや、そんなことないって。そうなんだ。全然そんなことはないけど、結構聞く。ハートありがとうございます。そう、おつりじ、そうなんですよ。行きましょう、ぜひ。え、そう、しかもそうなんよ、そう、時差があるからさ、なんか、え、どういうこととかレナもたまに言っとんやん。多分このことに対してみんながコメントしてくれとんねんけど、
そのコメントがめっちゃ前のコメントすぎて、ん、何の話やっけみたいになるし、星もありがとうございます。見ましたよ、ちゃんと。嬉しい。あ、ポトフ、あったかそう。人のコメントしかないから適当でいいよ。こんばんは。そうなんですよね、すいませんね。こんばんは、おつにじ。はい、ごめんなさい。いつでも言われてるのに嬉しい。読みたいけどさ、え、なんかさ、うん、なんかさ、いや、ちょっとやめとこう。なんか何々して何々してみたいないっぱい言われたらさ、ちょっとやる気なくなってまうやん。あ、そういうことね。そういうことね。失礼なだけか分からんけど。はい、ということで、そうやね。なんか何の会話しとったっけとか、やばい、めっちゃ潰しすぎてこんなんなって思った。食べるとか言ったのに今。こんなんなってました。え、ちょ、リップ塗ってもたからどうしようって迷ったの。こうやって迷っとったらぐしゃぐしゃなってもた。イワニャンからもらった。そう、イワニャンからもらってん、これ今日2個もらった。白いの可愛いでしょ。時差つけるし。そうやねんな、時差なくなったらね、いいのにな。でも下アングルだからきつめ。捨てられましたが、んです。なんかさ、カラコンつけてるように見える。誰？ん？見て見て、ほら、うちの目見て。わかる？ほんまや。あ、なんかこのさ、ね、コメントの白いところがな、反映して。なんか。かわいい。かわいい。あれ、何入る？ドキドキしちゃうやつ。レナのうーでドキドキしたんや。な、こういうのが時差なんよ。らしいね。この人はきっとココミのあの可愛い顔に可愛いって言ったけど、そコメントのタイミングでレナが変な顔したから、ね、こういうことで誤解が生まれると。はい、そういうことなんです。はい、こちらで言うと可愛いやろ。え、何も可愛いからどうだろう。なんかお返ししよう。何お返ししようかな。可愛い、ありがとうございます。え、そうそう、あの伊藤美希さん、青のカラコンしてた。あ、ありがとうございます。こんばんは、んこそば。こんばんは。そう、中顔したらあの可愛いってきた。5回も6回もない。初めて聞いた、そのそういう返し。初めて聞いた。ココミの配信絶対おもろいやん。レナもレナもファンガーとしてみたいねんけど。え、全然面白くないよね、うちの配信。本当に喋んないよ。え、それがいいね。なんかいつ何を喋り出すんやろっていう。あ、そういうこと。うんうん、次何の会、何のあれかなみたいな。嬉しいですね。消しありがとうございます。え、ココミはマジでなんかレナのほんまにしょうもないことでも笑ってくれんねん。そう。何恥ずかしがっとん、うん、嬉しい、うん、え、柔らかい。本当に、え、マジでほんまに。あ、指パッチンしよう。いいよ、指パッチン。うまいやんな、うん、レナもうまいで。やって。え、なんない。え、あの、乾燥してて鳴らない。レナもなっとる。てか乾燥して鳴らない。助けてください。痛い、無理。死ぬ。レナ今日抜いてきたで、それマジでかわいそう。レナ、ありがとうございます。今日手が乾燥して全然鳴らない。こんばんは。じゃあみんなでここ見合いしよう。面白い、ありがとうございます。マジでプレゼントもありがとうございます。ココミはほんまにいい子。嬉しい。いいやつ、ただのいいやつなんよ。ありがとうございます。こんばんは。ココミの周りの人はただのいいやつやんな。いい人しかやってこないので。そう、こんばんは。最近やったらといいのに乗ってきます。あ、にじにじ同期と配信しとった。めっちゃ笑って可愛いやって。え、笑ねばっかりや。普段いつも笑わない、笑わないからね。ほんまに？うん、笑ってない。え、じゃあショールームとかで。
うん、普段やで、普段のショールーム。あんまおらないよ。嘘やん、ほんまに。じゃあレナがずっと入っとったるわ。うん、そしたら笑えるやろ。え、なんか誰乗ってきたよ。え、なに、写真。ちょっと待って、みんなちょっと待ってね。イスミンって何？あ、クローミンって撮った。え、多分なんかいつもと顔が違うっていうか、角度が。え、電気正面で。電気明るすぎん。そう、うん、いや分からん。いつもより正面で、うんうん、なんて言うんだろう、うん、いつもより正面で顔が映ってるから、うん、顔がの映りが違うかも。いつも正面じゃない、どっから映してんの。ちょっと下からとか上からとか。あ、下。これ本当にまっすぐって感じ、うん、確かに。レナは下からすぎない下からすぎる。うん、え、ちょっとこう、え、どういうこと、どうやって上になるの。え、こういう感じで、なんかスマホスタンドがあるといいと思います。いいと思いますね。いいと思います。けどそんなものは絶対にないので。行きたい、来てください。ちょ、レナほんまさ、下からしかできへん、いつも。決してありがとうございます。どうしたらいいんやろ。決してありがとうございます。今日学校行ってない。今日学校行ってないね、レナ。1日3度、うんうん、アバターさん、いきなり書いてみました。言ってください、ぜひ。おさまなみがある、ぜひ。ごしありがとうございます。レンちゃん、大事なくるみちゃん忘れてた。下から、どう、これ上から、うん、上から書きでな、いいと思う。牛、牛、牛です。ありがとうございます。牛肉、牛肉一緒。ほんまや、ごめん。あれ聞こえた？マイク押さえてない、ごめんなさい。え、聞こえてる？あれ、え、そうとも配信しそうって言って、そこじゃない、行く、どこで別々。確かに、あ、聞こえた、よかった。あ、めっちゃマイク押さえてたわ。どこ、どこのマイク。あ、ここにマイク、え、ここスピーカーだけやと思ってた。なんちゃん、うん、多分ココミンの方からレナちゃんの声聞こえてる。あ、めっちゃ抑えてた、マイク、マイク、マイク。どうする、2人のリンクね、する、する嘘やん、マジしますかね、わかんないですね。にじにじちゃん、おつ受験です。なんかテロップ書こうかな。テロップとか書く、書くよ。あ、書くん、うん、え、のテロップとかマジ書いたことない、あんまり。昨日書いた。なんて書こう、じゃあ。2時間ぐらい雪かき、お疲れ様です。ハロー、おしゃ、ありがとうございます。ハローにしとこう。 OK、めっちゃ寒いよな、うん、普通にどこでももう寒いよな。冬は寒い、もう無理、普通に嫌や。なんかさ、英語、うん、本当に目が今日強く見える。うん、可愛いから。どうしよう、おしゃれ、ありがとうございます。久々髪下ろしたやろ。うん、新鮮。英語書いてはないけど、何こっちの方がレナいいな、おろしとほうが。レナどっち、おろしてる派。ほんまに。え、でもかきれのポニーテールって本当に可愛いんですよ。可愛いない。え、可愛い可愛い可愛い。ひよが帰りまーす。マジ妹感じゃない、妹感ないよな。ないって言われる。もう同期、いや同期なの。同い年そう、同い年。もうためためため3つも違うんか、うん、これでやばいね。やばいって、やばいよね。だってさ、普通に考えたら結構差悪くない。
ある、普通にある。高一と高三もあるし、地元の中学とか高校やったら出会ってないレベルやで。それな、出会ってないねんで。ニコニコニコミン、いける。この間そんな話もしとってんな、12期でよかったっていう。したね。なあ。いや、今もう一応ラスト JK だしね。あ、そうやね。そう、いやもうそうだわ。レナ、今は上かと思ってた。え、わかる。なあ、今は上やな。お世話ありがとうございます。そう、ポニーテール、ポニーテールなんか人気やった同期から、なんか分からんけど。多分普通いつも下ろしそうからやんな。でも中のマイナスとからしい。びっくりした、やめてよ。コンコン聞かんかと思った。コンコンされてないかな、うん。あっち、なんかえ、どこでやってんのかな、サータンたちは。分からん、家じゃね。家はやばいでしょ、今の写真が。え、どの写真？ツイン、ツインテールってこと？ツインテール似合わへんから嫌やねんな。そう、みんなに似合わへんって言われる。一興さ、めっちゃ聞いてほしい。一興自撮りしたんやけど、なんかもう自撮りしていた方がいいな、そろそろ。で、ありがとうございます。なんか、結もありがとうしようと思ったんやけど、あの、あれやった。結ですね。今日はいいね、教えまくりたい、嬉しい。あの、何？ありがとうございます。黒いさんどこでやってる？そらちゃん。黒いすんとこ、どこ？そこやん。うん、そら。うん。来ませんでした、こっちには。来ませんでした。来ませんでした。悲しいな。悲しい。嫌われた。切られました。え、サラだけ？サラだけなんかな。あ、ココハとサータンやって。いつもの2人ですね。うん、いつもの2人。え、マジで。ギャルやから普通にちょっと突入してあげたいよな。突入してあげたいんだ。にじにじちゃん、かきれなに怒ってあげて、もうちょっとコメント拾ってあげてって言ってください。めっちゃ笑ってます。笑ってません、泣いてるんです。泣いてる、嬉しい。泣いてます、私は。プレゼントありがとうございます。あなたのご飯がありがとうございます。こっちもありがとうございます。だね。もういいって、ここみ。ここみいいって。携帯置きます。充電できるか、大丈夫か。決勝ギフトは集めてるってわけでもないけど嬉しいです。それな、レナも集めてない。ノックしてみようかな。ありがとうございます。わかった。こんばんは。こうだ。あ、ごめん。ちょっと音立ちちゃいました。うるさい音。うい、危ない。危ない危ない。危ない危ない。笑ってないよ。こんばんは。泣いてました。めっちゃ待った待った待った。よかった、取れて。ちゃんと取れて。あ、もう無理。ちょっと携帯たたん。どうしよう。声聞こえる。聞こえた。おつみじ。サータンはアンダーデビューをするの。するする。カメラの中見てください。ああもう無理。ああ。消ったりします。携帯立たへんねんけど、どうしたらいい。怒ったとこはあんま出さないみんな。よし、もういいわ、新幹線で充電する。え、誰？ここみ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 が怒ってないってこと？え、怒ってるところ見たことない。あ、ここみが、うん、ここみ怒らんでねえ、うん、ここみはマジで心の底からいいやつ。嬉しいですね。あ、ここみママも。あ、そうだね、うん、会ったことあるもんね。ある、何回もな。ね、うん、またご飯食べに行くから。絶対絶対に。あとここみに電話したら絶対ママも一緒に出る。で、重要なこと いっぱい教えてくれる、うん、大人のことの、え、ええじゃねえわ。言ったんね。大人なのでママは、うん、そうそうそう、分かんないこと教えてくれる。にじにじゃ怒ると黙るタイプ。あ、そうかも。え、そうそうそうなんだ。そうかも。それはそう。言いたいことあっても黙っちゃうタイプですね。うん、そう、かきれなーって言ってくるもんな。うん。ここにママかきれなー、本当に。よかったよ、かきれなーみたいな。
暗くてもありがとう。そうなんです、仲良しです。可愛、はい、すぎる、嬉しい。乾燥みかんやったん？やったよやったよパリパリみかんです。パリミパリミえ、やった。あれ、うちあのやりたいって思ってるらしい。レナもな、やりたいって思っとったんやけど、うん、全部食べたもった。美味しかった、美味しかった。ほんまに？うん、うん。パリってした？ちょっと、ちょっと、うんうん、どんぐらい乾燥したん？一夜。マジで、うん、え、そんなして、うん、そうなんや。かわいすぎる。そう、かきれの乾燥みかん失敗食べてもた。取りすぎたからちょっと、なんだろう、みかん潰した。75。牛、牛のうなぎと牛、嫌です。お揃いはお断りです。ありがとうございます。お断りです。バリバリみかんした。え、美味しいんですよ、みかん自体が。美味しいから。乾燥みかんってなんや。え、なんか、みかんを、え、あのさ、あの白いやつ取る？取んない。あ、取らん、そのまま、うん。え、でも取った方が、あ、なんか乾燥しやすいみたいな言うな、うん。そう、普通にあのみかんあるやん。で、ふさ、ふさあるやん、ふさ、ひとふさ、ひとふさ、ひと口。75点。あれをあの乾燥させとくね、普通に、普通のとこで、ティッシュの上とかに置いて。こんばんは、だるまありがとうございます、黄色のだるま。そう、そしたらなんかパリパリになって美味しいらしいけど、あれらしい。キレの歌の練習してるの？ん？キレの歌の練習してるのやって。キレの歌の練習してますよ。してない。キレの歌うまい。いや、うまないわ。うまいよ。うまないわ。うまいです。聞いたことないやろ。やるよ、レッスンの時とかだってんじゃん。ああ、え、けどさ、もう俺のほぼ行ってないやん、学校で。え、普通にあのダンスの時も。ダンスの時でも歌ってないねんけど。歌ってるって歌えるのって言われた。歌えるよね。うまいよ。歌えません。高い声が出やすい。もう声高いからさ、高いとこだけ。うまいよ、歌えるだけ。高いとこが歌えるだけ。勝手に下手だと思ってた。おーおー、言うね。うん、やってみて。歌聞かせてくれんよな。え、なオーディション、オーディション中から普通に合わせてさ、うん、カラオケ配信したことある？ない。ないよな、うん、ないんや。あれでもないね。歌聞かせてくれんよなって言われた。え、そう、長野冬休み短いから。うん、ほう、ん、ほうなん、うん、何日間とかしかない。低いのは無理。低いのは無理。低いの。みかん焼くんや。ココミン、かきれない優先イヤホン買うように言って。いや、ココミンもな、やってないから。え、そうだよ。面白いと聞いたけど、まめない。あんな歌っとに入らんって。今夜の子、今村さくちゃん系の。え、歌う、歌わない派。さくらさん、かわいいもんね。歌は、歌は本番だけ。向き合うのが一緒だったんですけど、めっちゃ笑顔で。コメント拾ってもらえんよもんね。黙ってみるね。え、もう100個ぐらい送ってきていいで、100個ぐらい。そしたら読むわ。ごめんな。もう100回ぐらい送ってきて、これだけ気づかんかったら。はやはやうまいよな。うますぎる。やばいよな。やばい。うん、やって聞いてほしいねんけど。ありがとうございます。あ、なもんない。これ言ったらバレるわ、あの歌割り的な場所。うん、マジ、はなはなの人と、人かわいそうなぐらいあれやもん。一緒な人。あ、そうだね。かわいそうなぐらい、うまい。うん。あと、声量があんねん。はなはな。マジさ、声量えぐいよな。あれやばい。やばいよな。やばい。歌うまいのに。レッスン上一人で締めるもん。うん、それな。あの、カンガルーのやつの、うん、やってたんだけど、この前の、ね、オープニングアクトの。あの、本当にすごかった。こっちゃんもめっちゃ出すから、もうレッスン上がこっちゃんと花の声で植え付けされてたんだ。めっちゃもううまいんですよ。100回送って1回、もう100回同じの送ってくれたら読む。おつにしてくれた。花のやばいな。ちょっと優先なイヤホン買えようって感じだけど、普通に普通に買えようって感じだもんな。こんばんは。
これ見てさ、ちょっとあーってなった。あ、そういうことね、ココハのやつね。あかん、お腹痛い。食べてありがとう。はい、ということでなんかズボった、なんかおもろかったんやけど、なんかおもろかった。ココハがココハみたいになって2時2時え、ココハココハやろ、それ言うなら。何がこっちゃん、声大きかったよね、普通に。声が、声がそう、あの普通に喋り声も大きい時ある。うん、ココはマジで喋り声でかい。今にはもうめっちゃ大きい。マジで大きいよ。あのもう静かの時にでかいよな。うん、本当に静かな時にマジででかいよな。めっちゃでかい声で喋る。俺もココは探そう、無理。もうこのせいでみんなココア探したらココハ思い出す。そうやね、そうそうそう。逆に静か、あ、逆にうるさい時はなんか小声とかで喋ってきたりする。妹とかでな、喋ってきたりする。おもろいけど。こっちゃん全然会ってないの最近。うん、会ってない。うん、レノも会ってない。ココミも久々やな今日。うん、トーデミンはまずあるやな。うん、あ、まんな。話イワニャも帰りました。イワハナ帰った、帰りました。エンチサイリウムがこっちには反映されてないです。なんかたまにさ、反映されへんあのゲストみたいなのあるやん。そう、いや、こっちゃん体調崩してたもんねって。そうなんで、うん、そう、なんかやばいらしいよね、本当に体調が悪くて。え、なんかずっと体調壊してるな。でもインフルでもね、うん、ずっと LINE で熱出た、ね、やばい、熱出た。疲れが溜まってるっぽい。やっぱ往復の大変もあると思う、うん、それは絶対ある。あれ、レノは、レノ、レノ元気なんだよね。レノも往復してるけど。おつにじサタの声聞こえる。もう、うん、聞こえへんのよ。マジで、うん、早めに見た。ん？やろ。オープニングアクト以来やってない。え、なんか今日は12期で集まって、うん、集まれる子は練習しようみたいな集まりでやってたんですよ。一緒じゃん。すぐに体調崩す。おつにじ。体調気をつけます。なんとかは。失礼します。言いまして。おつにじ。探れてないから、うん、え、何かな、釣れな。最後に一口いきよった。何人集まった、え、何人集まった今日。え、でもなんか集まった時間も適当だな。そう、バラバラよな。なんかとりあえず謎の、そう、かきれんと練習してたかな今日は。あ、そうやな、うん、うん、練習した2人で、2人でイヤホンを、一つのイヤホンを噛み締めてやってました。やってました、いろんな曲を。そう、たまにおかしなったよな、レナのイヤホン、うん、途切れとったよな、うん、なんでやろ、なんかと離れとったからか、ね、レナのブログオタクです。ブログのオタクおった。デニムじゃなくてじゃーん、スウェットです、うん、いいな、いいか、もう覚えること俺あれでさ、もう頭破裂しそう。マジで頭破裂しそう。イヤホン共有できる人か、え、できる。ココミの元気。一応ココミに聞いた。あ、嫌じゃないこういうのって聞いたよな。何が、こういうの嫌じゃないって。イヤホン初めて共有した時に、うんうん、そしたら大丈夫って言うから、あ、大丈夫なんやって思って。え、なんかで、え、そんな人いるのって思った。逆に裏気もじゃない本当に。レッスンすると暑すぎてば。お疲れ。もう本当に半袖見た。全然頭東大生、頭東大生レベル、ほんまにそうやで。え、マジでさ、頭東大生レベルよな。誰が、えれなら、うん、覚えること多すぎてやばい。それをしっかり覚えとうから、もう東大生実質の決勝ありがとうございます。こっちやばいよな。
やばい、ほんまに死んだよ、パンクしそうです。そう、もう2人でずっと言ったんね、あやばい、これやばい、多く見そうけど頑張ってます、かっこいいでしょって思って見せたんです。半分ことかめに、なんで見せんな、靴かっこいいでしょ、でも靴もナイキです、東大入るより入る方が難しいから集めてたんですよ、いいぐらい、いい勝負じゃない、多分いい勝負、いつもココミンの笑顔を見て癒されて、多分いい勝負、嬉しい、上がらんかった足、なんか寒かったら足つりやすくならん、わかる、わかる、足つったことある、ある、つる人よく、つる、やんな、え寒かったらマジさ、ほんまに足すぐつる、すごくね、結構切り止めて、何みんな一旦ちょっと待って、一旦ちょっと待って、そうそうそう、あの10秒で持ってくる、10秒、はい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 、戻ってきましたよ、バーッて、あーどうするね、よかったの別れとってなえ、それはそうなあ、そうガチャするわ、いや、きつい、きつい、きついよ、めっちゃ可愛い、はい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 、やっていきますかって感じですね、うん、はい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 、ダウン寒いんですよえ、晩ご飯まだ知らんねんな、普通に知らん、はい、家帰ってないから、それは私のとこです取られた、ガキリナ泣いてたあ、泣えるわ、普通に悲しい、ここに泣いて最高です、よかった、みんなの力が必要だどこに必要なのみんなの力が必要だよ頑張るか、制服の目ですね、頑張ろう、制服の目の歌を口ずさんじゃうことが多くて、頑張ろう、うん、頑張ろう頑張ろう日本頑張ろう世界頑張ろう世界オリンピックオリンピック始まりそう、それな、じゃあ頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、レナどう思う、レナ、いやまだ分かんない、まだから、うん、うち分かんないし、一番負けられない戦いがそこにはあるそうなんだ、さっきとなんか表情が違うってきた察しられちゃってアンテナいいよね、アンテナ好き、ねえ、めっちゃ好きなんやけど、アンテナマジ一番、あ、制服の目も好き、ね、この流れが好き、あな、タラタラタがいい、うん、分かる、ね、うん、いや電池切れたなこれで、うん、ここみなんか通常やねんけど、なんで、いやうちね、あの表に出さないプロだから、ああポーカーフェイス的な、うん、レナもできんね、本当に、うん、できる笑顔、うん、共感するね、ありがとう、次のオリンピックはどこ、え、ここパリじゃないの、パリ、え、パリじゃなかったっけ、え、決まってんの、もう決まっとって、絶妙な表情で固まっているな絶妙やろこの表情、まあ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 、まあありがとうございます、本当に可愛いぞ、パリです、ほらレナすごない、すごチリ9点でもねさすが、その問題出たらな、ちょ10点ぐらいなったねんけどアンテナの練習もしてるよ、かきでだと、うん、気がしたな、うん、楽しかった、おしゃ、ありがとうございます、
と。元気そうな配信見てみましょうか。希望はお疲れ様です。お仕事1000円ならね、いっぱい送ってください。だるまとハートありがとうございます。アンテナあんまぶつかないよな。うんな。そつきちゃった今日。なんで9点なんか取ってもたんやろな。え、なんかさ、普通に今までの人生でテストで10点以下取るやつってどういうことみたいな、何考えてんのって思ってて。じゃあごめんな、みんな取ったことあったらごめんけど、どういうことって思ってたのに、ほんまにどういうことやろな。なんでなんやろな。今日もめんこい、こんばんは、おつみじって感じです。平均がね、しかもさ100点満点やで。もう50点とか40点とかじゃなく、ほんまにどういうことって感じ。やめろ、帰ってきたのやめて。今日も可愛い。え、ほんまにマジもう何にも分からんかったなあ。きついここみ。きついよ、来るな、うん、後から来るんですよ、寝る前とかに。あ、やめて、ね、やめて。お風呂とかな、うん、寝まし、ね、分かる。あのお風呂に入ってる時にいろいろ考えちゃって一人で、嫌な時がある。やむよな、お風呂やむよな。だからママと入る。レナの冬はママと入るでしょ。わかるわ。通知表もらってないねんな、学校行ってないから。そうやね、もらったらまた見せます。多分新年にもらう、レナだけ。きつ、ラブレターありがとうございます。ギューンってくるよな。わかる、わかる。やばいわ。いろいろな表情で虹のようだね。嬉しい。かわいすぎる。十何回。え、なんかシャンプーしながらとかじゃなくてさ、顔洗いながらとかじゃない？え、わかる。顔に一生シャワーかけて考え中みたいな。日常さ半じすぎる。悩みが。え、それな。マジそれ。毎日同じこと考えと。うん、ママと入ってますね。今でも。エレナも入んで、全然めちゃくちゃ入ります。特に冬。え、わかる。え、夏で、あ、でもそうかも。湯船入っとう時に入るって感じ。ママと入ってる。猿のおもちゃ。マジかわいい、ありがとうございます。なあ、通知表まずありますかって感じやけど、十何回にどのあたり一人で使ってるといろいろ考えちゃう。どうなんやろ。わかる、ね、めっちゃわかんないけど、一人の時間本当にいらんよな。十二期の子たちだって時って本当にめっちゃ落ち着く。いやいやいや、あんたさ、いつも応援なさしてくれ。え、いつも応援なさしてくれやん。え、でもさ、話し合えるじゃん、みんなで。うん、共感できるから、うん、一人で思ってあれやもんな。え、そう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 、確かに。久しぶり。え、懐かしい。え、逆に覚えてる、レナの方。やっほー。なんかさ、こないださ、二人で撮った写真あったやんか。あれをさ、なんかちょっとファンの方が上げてたみたいで。え、ママと見てる、今ママと見てる。あれがちょっと、出回ってました。その話してる。え、そう、現実に引き戻されんねん。ここ見とったら、特にオープニングアクトの時とか。マジ化粧しとってさ、お風呂でずっと歌ってる。化粧しとって、なんかあのメイク中に普通に2人でさ、なんか黙ってやっとうやん。でさ、あ、これ使っていいよとか、これいいよとか言いながら話してたらさ、あ、ないないだ。言ってくるんよ。でもう心がね、やめてってなるわけですよ。はい、って感じです。まあでも一緒におった方がな、うん、いいよな、うん、それはそう、わかる。それはほんまにそう、うん、それはほんまにそうなんよな。マジ頑張りまするって感じ。うわーきつーな。どうも、うん、初日どう思いますか、小見さん。どうなるんだろうって感じ。それな。顔振動って。ちょ、頑張る、マジで。気合いしかない、それな、うん、ココミンと仲良しです。普通に仲いいな、うん、ミッション追加。ミッション、うん、自分の中でミッション追加やな。カラコン、香り、帰り気をつけてね、カラコン。裸眼です。
打ち間違えた。ディズニー推しこんばんは。初日いるのはいるんちゃう多分おるのはおると思うけど、寒いのに気をつけてね。気をつけます。お弁当向こう見てるような投入すんだあ、ラーメン食べたい。最近ラーメン食べてない。最後に食べたのいつやったっけ。夕食でちょっと覚えてないわ。いいなぁ、お腹すいた。メールの写真にかきれないよく出てくる。ほんまに。うん、ほんま。イエーイ、嬉しい。いるのはいるんちゃう。おるのはおると思うけど、なんかさ、悩み事とかいろいろ考えちゃう。わかる。寝る前とかもほんまにわかんねんけど、ね、ほんまにわかる、ね、でもこの間さ、この間寝とって起きた瞬間の、あの見た夢言っていい。ミサイルが落ちてくる、爆弾が落ちてくるっていう夢。やだ。7時20分に爆弾が落ちてくるってなって、うん、うわ7時20分になったで起きた。やだ。なんかこっちゃんもなんか最近なんか戦争の夢見るみたいなやばい戦争の夢。え、マジ撮ろ。あ、まあまあまあ、それは撮っていいかも。レナ見たいってことやんな。うん、話す機会の少ないメンバー同期。おらん、ずっと喋っと、みんなと。こんばんは世界の終わり来た。ほんまに世界の終わり来てん。そうで、あーやばい、死にたくないって思って起きた。そう、でも時間は過ぎたな。ちょっとあっさり7時20分に世界終わりました。はい、夜か朝かはちょっと覚えてないけど、ここの日は。え、本当に似てます。みんな追い詰められてんなね。追い詰められとんの。かわいい、ありがとうございます。みんなで撮るんじゃないよ。え、レナやろ。レナです。レナです。タコ、レナだけでとどまっといてもらって。起きたくない。タコ間に合ってよかった。やっぱり一番喋ってるのはかきれの。え、全然そんなことない。今日さ、あのさつきちがめっちゃレナにつぼった話していい。こんばんは。なんかあのココミとさ、あのイヤホンつけとってで水分休憩に行ったわけですよ、レッスン場を出てね。でそこにサツキチとビームがおってレナです。なんかこの角度だと丸いよね。で、あの何話したっけ。あ、で、なんかレナがなんか喋ったのよな。何喋ったか忘れたけど、独り言かなんか忘れたけど、なんか片耳イヤホンしとって、多分曲流れとって、なんか自分で言ったことがなんか何言ったかわからんくなっとって、自分の中ではちゃんと喋ったつもりなんやけど イヤホンついとって、多分レナがちゃんと喋れなかった。なんかみたいなそう。でそれにサツキチがめっちゃツボっとった。みんなはさ、イヤホンも曲も聞いてないやん。こんばんは。一人ごとやんか。ありがとうございます。一人ごとめっちゃ言ってます。そう、はちゃめちゃでした。それにさつきちがめっちゃ爆笑して、そう、おもろかったっていう話。そうなんです。何喋ってるか忘れがち。それな、めっちゃごにょった。めっちゃごにょっとった。そう、なんて言ったか忘れたけど、一人ごと言わないと無理。エレナ一人ごと言わんよな。言わない。ほんまに。うん、あ、言わんって。あ、言わんらしいわ。言いません。声が可愛い、嬉しいです。うん、声ができなかった。そう。え、でもさ、なんか独り言というか、なんか話しかけとるな、誰かに。うん、でもなんか誰も聞いてないけど。あ、そうなんかそれが独り言みたいなと、うん、レナ的にはあの会話のつもりでちょっとなんか言葉発しとんねんけど。そう、あ、ちょっとみんな反応してくれないねみたいな。そう、プレゼント。多分今日のもそんな感じだったね。ハズレ引きました、ありがとうございます。え、何やよのみたいな感じで、なんかゴミ捨てに行ってんの。何やよのとか言いながら、そうで、誰も読解できんぐらいの日本語を喋って中3みんな無視すんねそう、独り言言っとう人音量上げた人、独り言言っとう人なんやろ。絵画みたいな。みんな聞いてくれへん、ね、みんな聞いてくれん。猫犬と話す癖が出たのかな。こんばんは。猫と犬は確かに話す。一人ごとじゃないで、猫と犬と話すのは会話やから。あれはもう、そう、心つながってるから。あれ一人ごとじゃない。こんばんは。そう。あー、もうやばい、髪の毛が傷んでる。おさおさ、アンプ
じゃなくて決勝ありがとうございます。ココミ思い出した。なんで忘れてんの逆に。なんかすぐさいろいろ忘れるんだよね。思い出した。では壇上を読みます。え、そうなの。そうだよ。じゃあレナもまでしよう。13位は髪の毛が1本の方。うわぁ、髪の毛1本しかないんだって。髪の毛が1本の方。日本って言っときいいな、そういう時は。嘘でも。いや、1本だもん、ほんとに。1本付け出しとったらいいね。12位は狼の被物をかぶった方。狼です。11位は、え、むずい、見てかけるな。え、うんぴ、うんピンク。あうまいやろ。の方、うんピンクです。うんピンク、ピンクですね。ピンク。9位は、9位、10位は、9位誰やったん。え、今11位の方だった。あ、10位は緑のうさぎの方。おチューリップの方。年下から見習うわ。9位はシナモンの方。はい。8位は、はい、猫の軍艦巻きの方。猫の軍艦巻き。7位は、うん、歌舞伎じゃなくて敬礼警察官の方、はい、キラキラ。6位は石塚さんの焼き芋の方。誰、石塚さんって。え、卒業しちゃうってこと。あ、5位はアニメかと思った。あ、確かにそれもある。あるよな。うん、はい、3位は、5位は、え、5位、シャッフルなった。5位、めっちゃシャッフルするやん。5分に1回らしいで、ほんま。ゴミ5位はいた鈴を持った猫の方。4位は虹虹の方。虹ギフトじゃなくて虹アバター。虹虹だ。3位はリラックマの方。うん、クマです。え、あれなの、なんかリラックマとか言ってんの。うん、そう、うん、でもさ、あれは分かんないよ。なんか夢の国の人とか言わなかった。そう、夢の国のネズミさんみたいな。なんかそれがダメなんじゃない。そこだけ、そこだけ。え、そうなの。うん、夢の国だけしかわかんない、多分。だってサンリオありじゃん。ああ、今の。うん、2位はそういうこと。くるくるメガネの真面目そうな方。1位はオーディション来たとか知ってる、アンジュさんの登りを持った男の子の方。バツマル言うやろなった。バツマルオッケーね、多分。オッケーやんな、ウィンさんな。ハンギョノンとかオッケーなの。え、シナモンとか言ってるから。あ、そうや、うん、シナモンって言った。だからみんなさ、アバターをさ、サンリオにしたらいいね。こんばんは。ネズミさんあかんらしい。ネズミさんダメらしいです。はい、ギフトくれた。みんなさ、サンリオにしたらいいね。そしたら呼んだる、うん、呼んだるとか言って言っちゃうから。うん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 、コラボ中っていうかあるか。2時に30日あったらしでされた。そう、ちょっとあの今コラボ中のあのサンリオオンリー。俺もサンリオは呼んでくれ。これはあミクロさんですね。ミクロさん。歌舞伎の方ありがとうございます。6位、そう、呼んだる。歌舞伎の方6位、なりがとうございます。え、これサンリオなん、この馬サンリオなん。すいません、読めなくて。つむりはこうでした。サンリオ限定豆腐ダメです。壇上見しようか。じゃあちょっとしてみる。ここ見に見とってもらおうかな。壇上見、壇上見した方がいい。してみる。今日ありがとうございます。2日連続壇上見やっちゃいますか。苦手なんやな、壇上読み。大丈夫。書き入れのなら何でも大丈夫。この大丈夫は強いな。この大丈夫は強かったな。ほんまに大丈夫って思ってくれてるわ、さっきの大丈夫は。書き入れならの大丈夫って言われました。何年目に合ってます。あ、ちょっとなんか変わったね、アボト。でもあった、あれの最近まるちゃんめっちゃ見んねん。終わり。え、終わるよ、8時じゃん。おつにじまだやん、あと7分もあるやん。あと7分。苦手やね。55分に切ります。 OK。 あー、サンリオポンポンプリン、かわいい、かわいい、かわいい。まだメールね。なんかサンリオでもさ、めっちゃ分からへんキャラクターとかあるやん。ああいうのやってさ、ミンクありがとう、サンリオだぜみたいな。やめてほしいよな。
わからんけってなる。チョコフォンデュしたいな。何歳なん？18歳。18イムニだ。一回ねのホテルでさ、あの韓国人と間違えられたから。あ、言ってたね。日本人なのって言われたから。87や。87まず誰な、誰な、あなたじゃない。あ、誰が。あ、前までハンギョドンやったよな。でも今カキコかわいい、かわいい、それも嬉しい。え、なんかさ、あのあれがいいよな。え、ここみはあのあれ中3です。受験生、受験生やんな。うん、受験生です。受験生すごいよな。やば、緊張した。したしたんや、うん、マジで。そう、わかんない。3つ、まるまる3つ違う。滑舌割りが間違えられてない。高速、そうそうそう、右ウィング。そうです、そうです、そうです。まずの話は、え、マジマジか。そうだって、レナでもさ3個違うねんで。やばない？3個違うやん。見える？見えない。見えんよな。うん、ダメやで、ダメ。あ、レナも受験生やわ。レナも受験生や。そうだね、3つ違うから。そう忘れとったわ。まあ、ほぼ受験、もう受験生とか一応受験生やけど。うん、あ、そうだ、ない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 。バイバーイ。お肉だ。ありがとうございます、来てくれて。やばい、56分。ねんちの声聞こうかな。もう終わります。受験生ココミ終わります。バイバーイ。バイバーイ。ピース、やるらしいで。ピースとか出へんねんで。チャット前やっとかな。そうなんで。バイバーイ。来た。せーの3回言って切っても1回もせーの聞こえへんかったらしい。え、らしい。うんうん、ね、聞いた。なんか結構10秒ぐらいさ時差ある。うん、ほんま中学生に見えへん。マジでほんまに見えへん。え、まだ56分やん。レナなんか56分なんかさ、あと2個ぐらい話題あるよな。さすが。あ、生肉 NG です。はい。終わり。え、全然適当かな。適当ですね。はい、適当です。じゃ終わったらご飯とか突入していこう。帰るけどすぐ。じゃ59分まで話してまうねん。話した途中とかにみんなキレとんやろ。レナはレナはちゃんとなんか、あ、やばい時間やばい、じゃあねおやすみって言ってきんねんけど、多分時差問題でなんかレナが話した途中にな、キレてまうねん多分。今日は帰ります。入ります。いや、泊まってよかったんやけどさ、連絡来たのにも、あの、もう出てもとったから泊まれません。帰り、なあ、やめて、その画面やめて、その画面。その画面、もう痛い心。あかん。え、です。え、はい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 。コミに、コミに振られた。泣いていいんやでとか来た。泣かんけど、全然全然忘れとうわ、多分家帰ったら。いや、忘れへんな、これは。あと3日ぐらい忘れへんな。うん、何するにも脳裏によぎる。やばー。頑張ろう。頑張ろう、頑張ろう。神奈川県民有料会。そこ無料やろ。僕も乗せてください。どうしたの、涙新幹線に置いてき。いいこと言っとるようでいいんかわからんな、それ。よし、終わるか、うん、な。
刺されてんの最後。刺されるこれほんまにきついわ。じゃあ頑張ろう。うん、じゃあもうきついって。もう何見とる、何見とる教えて何見てんの。というわけで、頑張ります。大丈夫です。元気です。え、こういうとうちゃんもう全然大丈夫やな。うん。正味。うん。正味大丈夫。よし、そんなんするか。そこがめんどいそうやね。ほんまにそう。忘れとったりしそうことをさ、嫌なことってやっぱ楽しい時は忘れるやん。でなんかもう楽しくなんかメイクとか話しそうときにさ、急にないないだないないだみたいな言うねんな。いや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 、ちょっと待って、今楽しいよねって思うねんけど、まあでもな、一緒にな、嫌なことは共感してな、うん、和らげなあかんから気持ち。はい、ごめんの声だけど勝手に進んでるな。はい、みんなありがとう。今日もありがとう。おやすみ。みんなおやすみ。みんなおやすみ。いい夢見てな。あ、じゃあ5時配信しよっかな今日。嫌なこと忘れるために。あ、でも今日は寝るかな。分からん。よし。みんなありがとう。今日も。終わり、一応終わり。ここみがさ、とりあえず8時やからそれに合わせて終わります。ここみちゃんがかわいそうなので、みんなありがとう、いつもじゃあね、みんなちょっと寒いから気をつけてね、体調には。じゃねー、おやすみ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 っていうか5時ねとか言われてます。ちょっと分からんけど、じゃあねー。